最終試験の準備はできたかの？客待ちか？いや、お前らを待ってたんだ。ちょっくら確認したいことがあってな。あんたの母親はイファルナって名前じゃねえか？そうだったら？その通りなんだろう？俺の思った通りだぜ。いや、のろし上げて正解だったわ。で、どうしてる？元気か？もう、いないの？いや、俺はパイロットになりたくて神羅に潜り込んでよ。でも最初は技術屋のおっさんたちのパシリよ。ビルを運営してメンテナンスで駆けずり回ってた。その時に偶然ちっこい女の子を連れたあの人と出会ってよ。あの時の子あんただよな？多分。あんたこれくらいで、で俺はこんなもんか。なあ、あんた。エアリス。エアリスよ。俺にできることなんかねえか？力になりたいんだ。え、突然。うわ、下心なんてないぜ。今まで通り飛んでくれたら十分。じゃあゴールドソーサーまで乗せてくれよ。力になりたいってんならタダでよ。ああ、払います。いや、俺のおごりだ。そんじゃ飛び立つ準備ができたら声をかけな。お、行けっか？さあ、乗った乗った。うん、へえ。うん？増えたか？お前たちの敵はセフィロスだとか。セフィロスとは浅からぬ因縁がある。私も行く。ああ、どうすんだ。俺が蹴落としてやろうか？俺たちの邪魔をしたら切る。どうぞ。全員乗せて飛べそう？波のパイロットじゃ無理だろうな。安心しろ、俺様は特上だからよ。
臭くてよ、甘酸っぱい話だ。今は話せねえな。てめえの話じゃねえよ。エアリス。はい。ヒファルナは何で病気か。もともと弱っていたの。そして私逃がそうとして頑張りすぎた。きっとそういうこと。そうか。じゃあ本望だ。そうかな。そう思って元気に生きろい。それが何よりの親孝行だ。うん、そうする。そういやラジオで聞いたぜ、ウータイが動き出したんだろ。また戦争だな。ミッドガルがぶっ壊れたってのにシンラもたまんねえだろな。自業自得。でも戦争は怖いな。うん、悲しいこといっぱい起こる。戦争とセフィロスは似てるね。あのですね、皆さん、もし本当に戦争ってことになったら移動が規制されてまいりますからね。行きたいとこがあるんやったら今のうちに行っといた方がいいかもですね。なんだ。ねえシド、これって。わかってる、俺様に任せてドーンと構えてろ。うわっ。心配すんなって。整備俺様、操縦俺様、ああ完璧だ。ドーンと構えてろ。おい、エンジンが寝ちまったぞ。うっせえな。ドーンと構えてろって。高度が下がってます。ぐんぐん下がってるよ。だがドーンと、おい、よし、ドーンと着水だ。おいおい、見ろ、この見事な不時着だ。ミリゴじゃない。よっしゃ、これでいけんだろう。へへへへ、旦那まんや。でも、翼が折れてる。お、言ってなかったか。俺は陸海空の三階すべてを制した男、シド・ハイウィンド様だ。覚えとけ。どうする気だ。今から俺様のことは船長と呼んでくれ。大船に乗った気でドーンと構えたろ。ドーン。じゃあ行くか。ホレルの山を抜けてコスタデルソルの海、そっから先は行くのですな。よし、決まり。さっさと海まで行こうぜ。船長、コスタデルソルお願いします。アイサー、全速前進。ケット氏、今のうちにキーストーンの話を。あいな、20年ほど前の話なんですが、とある骨董好き社員が会社を説得して、宝庫の館という博物館を建てたんです。記録によると
そこにキーストーンが保管されとったみたいですね。え、ゴールドソーサーにあるんじゃないの？まあまあ、最後まで聞いてください。その考古の館が、そりゃもうとんでもなく雰囲気で、すぐに閉館になってしまって、で、その閉館のぼさくさにまみれてキーストーンが消えたっちゅうわけです。やっぱりないんじゃん。手がかりはないの？元館長に聞けば何か知ってるかもしれません。いいよ。お、やけに詳しいな、兄ちゃん。しゃれきか。館長からの降格テストに付き合ったディオハンがゴールドセンサーを企画して園長まで上り詰める復活劇。これは死んだドリームの一つですわ。関係者だな。今でもそうだぜ。うまく使えば便利な会社だ。気に入らねえな。俺たちは反信者の旗を掲げてるんだ。それを言うなら俺は反権力よ。誰だろうと上から何か言ってくるやつが大っ嫌いよ。だから俺は空の上が好きなんだ。上には誰もいねえからな。せいぜい下から叫んでろって聞こえねえぞ。ってな。飛びてえな。ジョニーの出番は治ったかも。シーサイドジョニー繁盛してるといいよ。どうだか、うさんくさい儲け話にちっとろくやっちゃうな。この度はブロンコ海運をご利用いただき誠にありがとうございました。とあれ、会社の名前変わったね。もう飛べないからね。あシド、こんなに付き合ってくれてありがとう。なんだなんだ。で、ゴールドソーサーに行くんだろ。俺もチクッと見学してくっから、ついてっていいか？もちろん。エアリスはいつも返事がいいな。はい、よろしくな。あれ、ヴィンセントは？あっち。めんどくせえやつだ。いつぞやの誰かさんを思い出すぜ。ああ、放っておこう。あ、俺のことか。
どれくらい。あなた、いいところに来ましたね。僕は出来やカードに愛されるコツは毎日、そろそろ。僕の可愛い子たちが、悔しい。一体、なるほど、そうだ。もしそれが本当ならきっととんでもなく美しいんだろうな。警戒すんなって。荒っぽい真似をするつもりは。俺は今はクイーンズな。
れぬ固い守備に隙を太陽のように熱く、いい状態で試合に臨めそうだ。ありがとうよ。朝のビーチを散歩、またのお越しを。モンスターバーガーはいかが。きっとさあ、そうだったら食べていきな。歩き疲れる前にウィリーはどうですか。待ってたら売り切れちゃう。もしかしてお兄さん、カードバッグ。やったー。私は新人モデルの、実は写真集の目玉としてクイーンズブラッドをしているシーンを、お兄さんなら相手に。ピッ、よかったら協力してくれませんか。歪んだ眉、額から落ちる汗。パーフェクトよ。今までにないリアナの表情が取れ、そしてあなた。ねえあなた、モデルになる気はない？あ、それいいかも。カードバウンドモデルとして、私、お兄さんならすぐに断る。え私しばらく撮影してるんで、気が。Thank you.
手分けしてディオを探そう。了解、うん、チャラチャラ遊ぶね。行く。
クラウドさん、ちょっといいですか。古代種の神殿のことで皆さんに言ってないことがあるんです。実は嫌な伝説が残ってまして。なんだ。神殿に入って生きて帰った者はいないとかなんとか、そんなとこに皆さんを連れてってええんやろか。気にするな、ただの伝説だ。それはそうなんやけど。まずはキーストーンだ。ディオを探そう。マッスルコロシアムでなんやイベントやるみたいですね。もしかしてディオいるかも。行ってみよう。なんやろ、様子が変やな。ん？いや、勇敢なる若者たちよ。元気そうで何よりだ。どうしたんだ？うん。いや、タークスってのは強いんだな。細いから侮ったよ。もう湧かないんやから、少し控えんと。ところでディオハン、キーストーン知ってますよね。以前はあんたが持っていたはずだ。俺たちはそのキーストーンの行方を知りたい。キーストーンは今も私が持っているよ。私、セトラの末裔なんです。キーストーンはセトラのものですよね。うん、権利の主張か。そうか、なるほど。お嬢さん、あなたがセトラの末裔だというのなら喜んでキーストーンをお返ししましょう。ただし条件付きでね。マッスルコロシアムスペシャルイベント、ネーミングライツ争奪マッチ、ディオ軍団 VS コルネオファミリー。私の軍団が負けるとここはコルネオランドになってしまうんだ。マッスル諸君、今日も元気に鍛えていく。頼む。いや、超戦場だ。しかしこの通り、私はこの有様、もはやこれまでかと途方に暮れていたら君たちが現れた。ザ・運命、すなわちディスティニー。どうかね、ディオ軍団としてコルネオファミリーと戦ってくれないか。私やる。うん、報酬はキーストーン。いいな。もちろん、約束だ。
引き受けよう。契約成立だ。それでは今宵は我がホテルでゆっくりと休んで英気を養ってくれたまえ。ほら、僕皆さんにお伝えしときます。希望のお客様は出場者用カウンターへお声掛けください。アトラクションを建設中らしいので、この先も楽しみですね。
本日のルーザー私コンテストの参加も。ご検討。くれるんですか？わからないよ。でもやってみたいって思ったの。チャレンジャーでな。感心感心。エアリスは後で私がやるからね。了解。エアリスはよく寝るよな。その方がいいの。え、なんで？だってクラウドがまだ病気だから。ザックス、クラウドを早く治してお願い。俺だってそうしたいけど。あ、でもクラウドが病気だからエアリスは寝てた方がいいってどういうこと？お姉ちゃん死んじゃうの。ごめんマリー、全然わかんない。誰にも言わない？お姉ちゃんはね、怖い人に殺されちゃうの。クラウドが助けようとするけど間に合わないの。もう少しなのに間に合わないの。お姉ちゃんは大好きなクラウドが来てくれてとっても嬉しいんだけど、でも死んじゃうの。だから早くクラウドの病気を治してお姉ちゃんを守ってもらわなくちゃ。マリン、その話は夢？うん、夢じゃないよ。そっか。本当だよ。分かってるって。こんな世界だからな。
何でも信じるよ。うん。で、マリン、質問なんだけど、その怖い人って誰？どんな人？髪が長くて銀色なの。ザックス、見てごらん。花が咲いてるよ。本当だ。エアリスはこの花が大好きなんだ。あの子、目を覚ますのかもね。うん、そうだといいな。あのさ、ちょっと出かけてくるよ。クラウドのこと相談しに行く。そんな人がいるのかい？お医者さんかい？まあそんなとこ。遅くなるんじゃないよ。あんたがいることが当たり前になってね。いないと不安になる。分かったよ。バイクで行くからすぐだ。じゃあエアリスとクラウドをよろしく。もし目が覚めてもどこへも行かせないで。どうだろうね。あの子を家に閉じ込めておくのは難しいよ。何が何でも引き止めて。うん。あなたに言われたことを考えた。あれからずっと考えていた。夢と希望、俺が生き延びた意味。そして分かった。やっぱり俺はアバランチだ。もう残り時間は少ない。今日の夕方決行、6番魔航路からできるだけ離れてくれ。会えてよかった、ビッグス。違うって、違うだろう。エルミナ、大変だ。寝てたでしょ。枕の跡
ついてる。あ、ねえ、もうすぐラブレスが始まるんだって。チケット手に入ったんだ。見に行ってみない？それにリベンジしないと。リベンジ？カップルタイムのゴンドラ、この前乗れなかったでしょ。他の連中は？ちょっとだけ忘れる？行こう。下へ参ります。感激のお客様ですか？どうぞお早めのご着席をお願いします。お客様のお呼び出しをいたします。フラワーキーパー様、フラワーキーパー様、いらっしゃいましたらお近くの劇場スタッフまでお声掛けください。お客様のお呼び出しをいたします。フラワーキーパー様、フラワーキーパー様、いらっしゃいましたらお近くの劇場スタッフまでお声掛けください。お客様のお呼び出しをいたします。フラワーキーパー様、フラワーキーパー様、おめでとうございます。ご自分で歌われますか？え？
ジェシー、俺より上手いな。え、本公演はお客様参加型の特別プログラムとなります。お客様自身が物語の主人公となり舞台が進行します。悪竜王に打ち勝ち、姫との愛を紡ぎましょう。ここは血と歯車によって組み上げられた機械都市ガルディアでございます。このガルディアという巨大な獣は周囲の都市を侵略し、むさぼり食らい、さらに大きく強くなろうとしておりました。そんな戦争の狂乱に巻き込まれた青年が一人、彼の名はアルフリード。女神の贈り物を求め旅に出た男の一人、英雄になることを願い戦いに身を投じたものの、今はこのように囚われの身でございます。共に舞い踊ろべきか、とどまるべきか。今こそ鎖を断ち切り、飛び立とう。出せ、我が剣は復讐のためにある。アルフリード、大丈夫？ルーザ、どうしてここに？勇者さんが牢屋で泣いてるって聞いて。神の慈悲だ。どちらから片付けるべきか、それは女神の導き次第。ドラゴンの方向におののくがよい。
んとも艶やかで美しい剣さばきでございました。女神への渇望が彼に力を与えているのでしょうか。これなら英雄と呼ばれる日も遠くはないでしょう。さてと、ごきげんよう勇者アルフリード。私は死がない道化、余興に占いでもいかがですかな。今宵は特別な宴、何でもお答えしましょう。未来とは選択の繰り返しでございます。その度に道は分かれ、それらすべてを見通すことは叶いません。しかしながら、出会いで始まった物語が行く先は一つ、別れでございます。さあ、ザレ事はここまで。そろそろ次の演目と参りましょう。地獄の番犬の爪と牙、とくと味わうがいい。捕虜となり翼を折られたアルフリード、されど彼は諦めず再び飛び立とうとしているのでございます。では失礼して。ご感激の皆々様方、英雄を目指す青年と勝ち気な姫君をめぐる物語も残り一幕と相なりました。名残惜しいのはこの道化も同じ。しかし出会いと別れは表裏一体でございます。我々にできるのは思い出をこの胸に刻むことだけ。皆様、悲しみを乗り越える準備はよろしいですか。エクセレント。この物語はラブレス、愛なき世界に終止符を打つ時が参りました。悪竜王バルバドスの弱点は真実の愛、勇者アルフリードよ、誠の愛を見せるのです。最愛のものを選び、今こそ運命の口づけを。さあ、最愛のものを選び、足を踏み出すのです。祝福を。
翼は立たれた。深淵で安らかに眠れ。かっこよかったよ、勇者さん。真実の愛、見せつけちゃった、かな。お前の行く先に待ち受けているのは、女神の贈り物か、はたまた復讐の豪華か、せいぜい踊り続けることだ、勇者アルフリードよ。運命の糸が切れる、その時まで。ねえ、見て。どうしても行くの？大好きな人たちが待ってるんだ。わからない、わからないけど、でも絶対に死なないで。もちろんここに帰ってくるよ。約束なんかなくても待っていてくれる人がいることを俺は知ってるから。I
体験、人生変わっちゃうね。だろうな。歌手になるのも悪くない。うん、いいかも。本日のゴンドラの運転は間もなく終了します。チケットをお持ちの方はお急ぎください。あ、急がなくちゃ。お急ぎください。本日の特別公演、お楽しみいただけましたでしょうか。本公演のチケットをお持ちのお客様は、この後スカイホイールスクエアのゴンドラにもご乗車いただけます。どうぞゴールドソーサーの星空の旅をお楽しみください。申し訳ございません。前売り券は完売となっております。当日券は開演の1時間前より先着順での販売となります。ご希望のお客様、行き先を教えてほしいでも。でも脚本は負けてないと思います。問題は、到着。この時間はカップルタイムとなっております。恋人やお友達を乗せ、ゴンドラはゴールドソーサーを巡る旅に出ます。窓枠で切り取られたきらびやかな景色、それはまるで二人きりの美術館。ゴンドラをご利用ですね。シップの一時を存分にお楽しみください。来て来て。チョコボの上はこんなものじゃない。さすがは経験者。ティファから聞いたか。そう、エアリス、あのね、クラウド
ザックスのことを思い出したみたい。5年前のザックス。え？なんだろう、特別なこと話してないと思う。そうか。何もしていない。明日頑張ろうね、スラムの時みたいに。ああ、確実というわけでもない。古代種の神殿こそが約束の地である。その説は昔から根強くあった。古代種が行こうとしてるんだし、絶対そうですよ。泳がせて正解でしたね。キーストーンは本日行われる特別興行の商品になるようです。いかがされますか？方法は考えてやる。勝つのは俺たちだ。